こんにちはみんな、私は X5 チームのネルソンですそして今日はランサムウェア攻撃中に X5 サイバーセキュリティ AI 組み込みノートブックが他のノートブックと比較してどのように古ぶったかを示すつもりです。それでは始めましょう。ここにはエンドポイントソフトウェア保護がプリインストールされた通常のノートブックがあります。 またこの設定も構成されていますゼロデイ脅威と未知の脅威保護はここの画面でわかるようにオンになっています全体的な保護を有効にしましょうアップデートを含むすべてのプロダクションがオンになっていますがそれでも簡単なアップデートをさせてくださいこれで アンチウイルスのライブラリーを最新のものに更新しました今日のすべてのエンドポイントはそうですあらゆる種類のデータファイルがありますこのデモではデモンストレーションフォルダを紹介します画像ファイルがありますビデオファイル PDF ファイルも同様です今「わなくらい」と呼ばれる変更されたランサムウェアを実行します要するにそれは未知のランサムウェアと呼ばれています実行して何が起こったのか見てみましょうこれは無視してください ボッッククスススをブラックリストトにに登録してください。それは純粋にデモンンレーション目的のためです。このブラックボックスは未知のランサムウェアがどのように暗号化されているかを示しています先ほどに示したファイルは現実世界のシナリオではこのブラックボックスは表示されなくなりますすでに数秒が経過していますがソフトウェア保護はまだありません ゼロデイ脅威と未知の脅威保護が有効になっている場合いかなる種類のアラートも検出またはプロンプトを表示せずユーザーにいかなる種類の通知も送信しませんでした完了するのを待ちましょうそして次に何が起こったのか見てみましょうちょっと待ってあげましょう。 だから私は何が起こったのかわかります皆さんが見ていただければ幸いですすべての前に示したように現在 画像デオファイルも影響を受けますそして PDF ですが今は私たちにしましょう X5 Cyber Security AI 組み込みノートブックに移動します接続させてください 私の画面から分かるようにこれが X5 サイバーセキュリティノートブックデスクトップですここにダッシュボードがあります SSD の全体的な情報が表示されます次に構成を示しますランサムウェア保護と電子メールアラートをオンにして すす。でに事前構成していますデモンンストレーー、ションフォルダーこの場合は通常のノートブックで前に示したのと同じフォルダーのセットを示します画像ファイルはクリアですビデオファイルもクリアです同様に PDF ファイルの場合 さらに遅れることなく、同じ道のランサムウェアから攻撃を始めましょう。繰り返しますが、このブラックボックスは無視してください。デモンストレーションのみを目的としています。5秒以内に、X5 サイバーセキュリティ AI 組み込みノートブックはすでに悪意のあるアクティビティを検出し、ドライブをロックダウンしています。オペレーティングシステムを強制的にシャットダウンして、 すべての受信送信データストリームをブロックしますなぜここでテキストを作成するのかは SSD がロックされているからですもう一度電源を入れる必要があり何が起こったのか見てみましょう 同時に X5 コネクトアプリを紹介します。あなたはここの私の画面で見ることができます。IT 管理者またはザーとして受信した電子メール通知で OK 日付と時刻のスタンプが記録されたランサムウェア攻撃について、IP アドレスと同様に次に、 コネクトアプリを使用して X5SD に直接接続して通信します今私に Bluetooth ペアリングをさせてくださいあなたが私の画面で見ることができるようにこのデモのシリアル番号は16です ペアリングが進行中です。これで ax5 ssd がロックされていることがここに表示されます。ランサムウェアの日付とタイムスタンプも記録されたことを示すミニイベントがあり、ssd はロックされています。ここで行うことは ssd のロックを解除することです。あらかじめ登録したものを使用します。 パスワードまたセキュリティ防止策として OTP の第2層がありますこのデモでは Google 認証システムを使用します OTP が検証されますそれでは 再起動した後に何が起こったのか見てみましょう PC をシャットダウンします起動するこの場合露出のロックが解除されますそしてそれは完全にウィンドウを起動しています起動したら 再度接続させてください今、あなたは私の画面で見ることができますそれらのファイルに何が起こったのか見てみましょうイメージファイルそれはそれに影響を与えません影響を受けないビデオファイル PDF ファイルも同様です。それでは X5 Cyber Security AI 対応ノートブックのデモンストレーションを締めくくりましょう。楽しんでいただきご覧いただきありがとうございます。そして良い一日をお過ごしください。